それでは地図によるバス停時刻表検索システム、のデモンストレーションを行いたいと思います。まずアドレスですが、http:// matsue-bus-su-SU SU は島根ユニバーシティの略です。.appspot.com です。今、平日の例えば11時に松江駅から例えば月照寺に行きたいとします。検索ボタンを押します。ちょっとバグがあって汚くなってますけど、申し訳ありません。月照寺のまずバス停の位置がどの辺なのか、ちょっと歩くようになりますね。200メーターぐらい、歩くですか。道はあるのかな。なんとか下を通っていけばいけそうですね。もう一度それでは、場所を月照寺近くにクリアして、もう一度入れ直しています。ちょっと具合悪いですから、もう一回リセットしています。平日11時、松江駅から月照寺、検索ボタンを押します。とバス停位置はさっきと同じですね。でバス路線を見てみましょう。新宿本線を通ってから行ってるということが分かります。このバス停から月照寺に行けるんでしょうか。おそらく大丈夫だと思いますが、それではここで11時ですので、そばを食べたいと。そばというキーワードを入れてみます。路線がリセットされましたので、もう一度路線を入れてみますけれども、どうも通り道のこの辺に蕎麦屋さんがありそうだと、一色庵というところですね。それから帰りがけ歩いていけそうですけれども、船津さんと、こういった蕎麦屋さんが、月照寺に寄った後行けそうだなということが分かります。それからついでですけれども、この地図を見ると同じバスがイングリッシュガーデンの方まで伸びているということが分かります。そうすると、月照寺に行ってもいいけれども、最初イングリッシュガーデンに行ってみようかということも調べてみましょう。もう一度リセットします。平日の11時に松江駅からイングリッシュガーデンまで検索します。まずバス停の位置は、大丈夫そうですね。431号線沿いに、バス停がある。バス路線は下に出ますけれども、ずっとまっすぐ行ってる。だいたい30分弱で着くということが分かります。
で、サーチワード観光で今回調べてみましょう。バス路線がクリアされる文字になっています。で、途中に何か観光のというキーワードの Google プラスのサイトがありますので見てみると、まあこれはホテル市畑さん、ということが分かります。まあ、帰り道ホテル千葉さんのレストランで食事をするということも考えられますね。それでは次にもう一回リセットして、平日のちょっと早めの10時にします。松江駅から例えば南側の、神戸の里、まあ、矢雲立つ土器の丘に行きたいとします。検索します。バス停は、まあ、この道路沿いのところにしかないので、歩いて行くしかないと、いうことが分かりますけれども、バス路線はまっすぐ伸びていて、だいたい20分で着くということが分かります。それで 10時に寝ますけれども、まあ何か食べ物をどうしようかついて、食事はできるんだろうかと検索しております。と、食事というキーワードでは逆側の方しかないですね。ではレストランではどうか、やはりないですね。カフェ、ちょっとこちらは路線から外れたところでカフェというキーワードのところがありますけど、ちょっと遠いバス路線から少し外れていますけれども、あ、メディアカフェですから食事はできないということが分かります。で、弁当ではどうでしょう。あ、途中にありそうですね。ここはほかほか弁当がありますが、途中下車しないといけないので、やっぱりこれでは不便だというので、最終的にコンビニ、本来は道路沿いにもっとあるんでしょうけれども、 Google プラスで登録しているのは駅に2つ、あるということが分かります。ですから、まあ、食事はちょっと難しそう、なので、まあ、何か行けばあるかもしれませんけれども、まあ、できればコンビニで弁当を買ってから行こうかということも考えられますが、ここでは、神戸の里を調べて、食事をするところはガンベジャヤというのがありますね。見てみると土日祝日のみ営業ですから、やはり、行くのでしたならば何か持って、コンビニでお弁当などを買ってから行った方がいいということも分かります。まあ、ぜひ、Google アップエンジンというスケールアウト性能を
高い、非常に高い無制限のスケールアウト性能を持って ABS システムを使ってますので、まあ、JVM、Java Virtual Machine で1日あたり28時間、無料枠で使えますので、まあ、まず大丈夫だと思いますが、使えなくなっても午後4時になったらリセットされてまた、使えるようになります。ぜひこの、システムを使って、評価、コメントなどをですね Facebook、こちらの Facebook までお寄せくださればと思います。まあ、この操作動画自身も、この Facebook で YouTube にとリンクさせて連携させておくようにしますので、ぜひ何かコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。